はい、ゴンチクは。腐ってもタイ。657円の半額値段のこと言うなって言おうと思ったけど、値段も知りたいねんっていう人がいてはったりしてね。はい。ちょっとね、切ります。切ります、切ります。はい、こんにちは。だいぶ楽ですね、これ。ここちょっとへこんどるから。はい。はい。腐ってもたい。時にはちょっと贅沢を。いや、毎日贅沢してる。で、これは安物ワイン。高級ワインまだ残ってるんですけど、自力で開けられへんというね。コルクやからね。いや、開けれるんやけどね。開けるのがしんどいみたいな。もう全部いってもおうか。はい、全部いっちゃった。はい、よし。うん。安物もうまい。え？橋さん。橋さん。橋さん。でからの、醤油はこれ。数玉の作りについとった残り。こういうのもつけていかんとね、こんなもいっぱい溜まっとる。あ、わさびがもうないね。わさびのこういうのもいよいよないから、これはもうチューブのいよいよ買わなか。悲しい。けど美味しいわさび食べたいよね、ほんまに。美味しいわさびで食べたいわ。あー、腹減った。っていうかね、これお作りについとったんですよ。三味一体。なんか、他の言い方、どういう意味やったんかな。三味一体ってどういう意味やったんかな。それと、なんか何語呂合わせて、なんか、あれして書いとるんやけど、三味一体やったかな。え？三味一体。どういう意味やった？三味一体。三つの体が、なんか、心技体が一体になることかな。あ、腹減った。三味一体。三味一体。三位か。三位一体。三味じゃないや。三位一体。え？三味一体か。三位って書いて三味一体っていうらしいね。キリスト教って書いてあんね。三味一体とは、一つの神が三つの姿となって現れたもんだよって。難しいな。難しいし。わからんし。はい。それと多分兼ねてはんねやろね。三尾一体。三つのこだわり。伸び伸び養殖。生産履歴管理。かつ締め高鮮度。はい。いただきます。三尾一体は難しいし。キリスト教やし、いただきます。っていうか、放射線なんかもう流してるんやね、ほんまに。はい、いただきます。私ら素人的考えで言うたらね、もうめっちゃ多分めちゃくちゃ薄めてるらしいですわ。もうめっちゃくちゃ薄めて、
その基準云々からもめっちゃくちゃ薄めてるらしいんですけど、薄める足す薄めるで濃ゆくなるんじゃないの、そういうもんじゃないの。海はそれ広いからそういうことはなれへんわけ。あの前言ったらこうやって水槽に薄いのをいっぱい足していったら絶対濃いになっていきますやん。だからそういう感覚じゃないんやろね。薄い足す薄いは濃いみたいなじゃないよこっちゃね。知らんけど。ホリエモンがなんか言うとったまだ聞いてない。っていうか全然タイの味せえ。全然タイの味せえ。どういうこと？全然タイの味せえへん。タイも私らのイメージ言ったらめちゃくちゃ高い魚みたいな感じですけど、多分日本はそうじゃないんじゃないかな、知らんけど。っていうかね、昨日めっちゃくちゃ呼ばれましたよ。何食べた？これね、切りながら何話そうかなって思ってる時にね、あの昨日何食べたかなから始まってめっちゃ食うたよなっていう記憶あるんですよ。けど全然思い出されへんね。何食べたの？カレーだけ覚えてますね。最後の締めになんかカレーのルーだけ食べましたよ。それは覚えてるんですけど、その前の2個いうか2種類食べてからまだ今回カレーみたいなやったんですけど、それが全く思い出されん。未だに思い出されん。何食べたかな。何食べました。やばいかも。マジ思い出されへん。だからあの認知症言ってね、なんかこう YouTube で見るの、私らのなんつうイメージはね、認知症って自分でも何なんかわからんみたいな、ただ幸せみたいな、そういう本人はそういうことかなって思うんですけど、まあうちのお袋がそうやったからね。けど何若年性か、そのなんか自分では自分で認知っていう意識があるんですよね。その思い出されへんとかそういうの自分で言うとるから、そのパターンちゃうかな、ほんまに思い出されへん。何食べました。何食べたかな、ほんまマジで思い出されへん。
昨日の動画確認しようかな。怖いわ。え？全く出てけ。ちょっと昨日の確認しますわ。早起きてな。